あ、で、これが0歳の最後。はい、せーの、はい。おー。皆さん、こんにちは。ごはたいチャンネルの、パールです。大地です。パーパです。ママもいます。今日は、以前、大地くんの生まれたての頃をみんなで振り返ってみるっていう動画を撮ったんですけども、今回は、おはるちゃんの生まれた頃を振り返ってみたいと思います。はい。大地の時ここなんかしとった。え？大地の時なんかここ小さいみたいな、なんか見てもらっとった。そんなあったっけ？みたいな見てもらっとった。みんなでは動画にはなってないかもね。あじゃん、お尻の穴に。そうそう。体温計ぶさされたんじゃん。そう。0歳と1歳。そこら辺をちょっとあさってみました。はい。今回は写真なんですよ。なんでそうなんです。なんで多分8億枚ぐらいあるけど写真厳選して選んできました。何枚かちょっと忘れました。早速見ていきましょう。レッツゴー。じゃあオープンしてくれ。オープン。こっちにあるけどキーマウが待ってキーマウマウスや。それはマウスキーマウってこっちも合わせて。こっちもこれとこれとセット。キーボードとマウスでキーマウェ。大地知ってる？何よ。小春のちっちゃい時。知らん。0歳知らんし。0歳、1歳は大地いないってことやで。うん、2歳のところまで。うん。1歳の最後やから生まれた。え？あ、ちょっと、寝とこといて。小春隊は。そう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 。まずは、これを見てほしいかな。はい。オープン。なにこれ。パパ細っ。美男美女。パパ素敵だわ。パパ細っ。え？細っ。ママデブ。お腹見てママ。パパにくっつきそうやもう。お腹だけ。小春や。小春がおんねん。まだ生まれてねえじゃん。生まれたてじゃん。そうやね。タイジどこ行ってた？タイジどこ行ってた？ママの頭の中。頭の中。まあこのイケメンと。この美女がイケメンチーよ、まあ、結ばれて、まあ、小破体が生まれたんですね。ヒゲロンチーだよ。でもこの頃はさ、YouTube なんてすると思ってなかったからさ、うん、この時パパ、ヒゲロンチーだったよ。ヒゲロンチー、めっちゃ生々しいよ。はい、せーの、どうぞ。わー、生まれたばかりや。誰チュー、チュー、血ついてるよ、そら。なんか頭膨らんない。小春爆誕。小春が生まれる時って、普通分娩やったんけど、なかなか出んかったん。なんか頭が引っかかったとかなんか言って。回転がなんか反対とかなんか言ってた。で、なんかバキュームで吸引して、小春の頭をガシーって掴んで、ミョイーンって伸ばして、伸ばして、伸ばすつもりはないけど、引っ張って、やっとこさ出てきて、だから引っ張りすぎて頭伸びて、頭がね。はい、この小春爆誕からの、うん、はい、せーの、どうぞ。まあ目つぶってたん。はい、ちょっと整いましたね。退院じゃ、退院かな。いや全然、さっきのがもうほんま生まれたてほやほやで、で血とかこう拭き終わって、なんか検査とかなんかバーってして、もうその後、だからパパが当時ニット帽子をちょっと斜めにかぶってて、ファファファッションで、そのかぶり方を見た看護師さんがわざと小春のニット帽もキュッてして、ほんまやね、これこのニット帽病院がくれたから。はい、せーの、どうぞ。誰これ。パパ髪長。パパが今までで一番かっこいい角度と見てほしいところ。そこ見てほしいところ。パパの一番いけてる角度と、おまんじゅうみたいな小春。でも、小春入ってんの？しっかりさ、パパ見てるよね。ガン見してるよな。この人誰やろ、ちょっと似てるなぁと思って。あ、で、これが0歳の最後。はい、せーの。はい。おー。ちっちゃいでも。服ちっちゃ、ベロ出して。写真もちっちゃい。この服も、写真も撮ってたっけ？撮ってある。もちろん撮ったら、退院の時。退院の時に。写真もち。着せる服、めちゃくちゃ可愛いのを見つけて、ハリネズミ、そう、これを着せたんですよ。タイチもやで。タイチも二人ともこれ着て、でぶっかぶかやったよ。じゃあ続きまして1歳。
どうぞ。はい、3、2、1、はい。前髪同じやん。同じやん、髪の毛。うん、今と一緒やん。無理やん。かわいい。はい、開けて。何これ。なくすんで。なくすんでやん、これ。よう見といて、よう見といて。いくで。ほら。何これ。ほら。何これ。何これ。何を発見したこれ。パーって言ってたぶん衝撃のもの見せたじゃん。なんかめっちゃ眉毛黒そう。ありがとうございます。はい、どうぞ。パパ目やる。はい、どうぞ。何パパのマネ、おっちゃんのマネ、マネでパパのマネ、パパの足でか。態度悪っ。はい、どうぞ。どうぞ。え、なにこれ、なにこれ、七五三みたい。これ多分誕生日一歳2歳ちっちゃいわ、1歳の誕生日目前ちゃうかな。こうママがこう飾り付けしてんのをこう手伝ってるか邪魔してるかわからんけど、そうや、綺麗に傘こうやってたら困るだと思ってくれてんのやな。多分手伝ってんで、もうバッチリ前髪は揃ってる感じで。はい、これで0歳と1歳を振り返ってみました。はい、最後おまけ2歳、2歳おまけって、はい、ポン。おお、お姉さんになりました。タイチ生まれてる。タイチが生まれてるんですね。そうやな。で、まだ前髪は揃って揃ってますね。揃ってます。お肌が見える。うん、これ見てほしいのは小春の手やね。手、ポンポンしてあげてるんですよ、タイチを。なんかブレてる。タイチ寝てるやん。 今では考えられへん。今では考えられへんけど、優しい小春。小春が弟にこうポンポン仕上げてんねん、これ。いや強いな、今。で、大丈夫よ。ラスト。あ、これ覚えてるよ。あ、覚えてる、なんか飾ってある。うん。このレギンスすごい。年賀状。小春、モデルさんみたいな表情。めっちゃ決めてるやん。あれ大地ね。あれとはなんかちゃう。ちょっとちゃうね。服は同じ。あ、そうそう、あれちょっと持ってこようか。これ大地。動かれへんねんね、こっから。上にも横にも向かれへんかも。手がいってないやん。手も、手もな、グーやね。いや、小春、手動いてない。小春、手、小春なんかモデルみたい。モデルちゅう。お家に飾ってるやつ。これ、お家にずっと飾ってんねん、これ。うん、こう、見たい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 。こういったらまた別のやつでね、お見せした写真は。かわいいよ。よしよししてる。顔やば。めっちゃ似てる顔。タイチもびっくりしてるんだけど。めっちゃ顔似てる。はい、ということで今日は、小春ちゃんの生まれた頃を家族みんなで振り返ってみました。まあ、タイチくんの時も思ったけど、まあ、たまにはこういうのもいいよね。何は？どういうやつ？そうそう、ちっちゃい時の、だって見ないでしょ、もうなかなか。見ないよ、見れないよ。これがもっと君たちが思春期になって親父とかおふくろとか言い出した頃にまた見たらいいよね、きっと。きっといいと思う。そう、おふくろ、親父、おふくろ、相当遅れてんで、小春が親父って言い出したら。スケバンやで。まあ、パパは頑張って年内に写真の整理終わらせます。はいはいはい。あー、憂鬱。8億枚もあるからな。一回もやってないよ。ということで、この動画良かったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。せーの。バイバイ。また見てね。グッドチャンネルでした。バイ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 。タッチです。あはは。